あ、冴島さん。そうだ、今日は作業も休みのはずだろう。ただでさえ木工班の連中にやられたばかりなんだ。あまり表を動き回らない方がいい。治療やったらもうすんだわ。それよりババちゃんどこ行ったか知らんか。さあ、どこ行ってんだか。え、もしかしてそれを気にしてわざわざ運動場に。ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのはババの仮釈放のことだろう。安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、ババが直接副所長の高坂に頼んで、今ちょうど再面談をしてるとこだ。え、それ本当っすか。ああ、ババのやつやっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放して茶場で生きていくことを決心したようだ。そうか。いやー、それはよかった。あいつ相当悩んでたみたいだから、このままここに居残るのかと思ってましたよ。ババのやつ言ってたよ。ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない。だから厳しくても表に出て現実と向き合って、そして罪を償うってな。臆病になっていたババを勇気づけたのはあんたなんだよ、冴島。あれ、副所長だ。ってことはもう面談終わったんじゃ。ん？それじゃあババのやつどこ行ったんだ。俺ちょっと刑務官に聞いてきます。どうだった、もう面談は終わったのか。それがババの面談1時間以上前に終わってるらしいっす。何だと。ほんなら奴はどこ行ったんや。
あんた、うちの。ああ、はい。ほんまか？どこに行ったかわかるか？最近入った気味悪いやついんじゃん。釘原だっけ？あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。ババちゃんが釘原と？西島さん。西島、ババなんだが、どうやら釘原たちに。ああ、俺も今聞いたとこや。あいつら、お前だけじゃ飽き足らず、ババにも手を出してきたってことか。クソ、あいつら。とにかく、急いで資材置き場に行かな。こいつ、やりやがった。痛えよ。違う、俺じゃない。どうした？こんなところで何をこそこそやってる。こいつがいきなり大技を刺したんだよ。痛えよ。何？ババちゃん。ババ、お前がやったのか。違う、俺じゃない。俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ。こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う、これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやて。俺じゃない。俺じゃないんだ。兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん。大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自らケーキ伸ばすような真似するはずがない。ですよね。西島、あんたどう思う？いずれにせよわからないことが多すぎます。誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか。せやな。いえ。
西島さん、どうでしたか？そうですか。結局、馬場がやったという証言はなかったが、やってないという証言もなかったな。けど、せやったらあの刑務官らも馬場を犯人扱いできへんやろが。どうかな。ん？被害者本人が馬場に刺されたって言ってるからな、直接証拠としては十分って気もする。直接証拠？ええ、馬場ちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、馬場ちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。はあ、でもそれだけじゃババがやったって証拠にはならないんじゃないのか。もちろん。でも俺らも刑務官もみんなババちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。日村、その知識一体。せやけどババは自分はやってへんって言うとるやろが、自分らそれ信じへんのか。馬場を信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが。当然その可能性もあるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。それじゃあどうしようもないということか。いや、手はありますよ。なんだ。馬場ちゃんが刺してないっていう証拠を集めるんじゃなく、逆にあいつらが嘘をついてるって証拠を用意すればいいんです。嘘の証拠？ええ、俺の読みじゃあの凶器、あれは刺された連中が用意したもんなんじゃないかと思ってます。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃない馬場ちゃんに用意できると思います？確かに。だが相手が持っていた武器を馬場が取り上げて刺したって可能性もあるだろう。ええ、でも逆にそこがおかしいんです。あの時刺された男は馬場ちゃんがいきなり刺してきたと言っていた。いきなりってことは武器を奪われたという事象の否定、つまりあの凶器は馬場ちゃんが用意したものであると被害者自ら断定してるんです。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探って馬場が用意でけんかったっちゅうのを確かめたらいいんやな。そうです。それが証明できれば被害者の証言を否定することができる。そうなれば少なくとも馬場ちゃんが犯人であることも同時に否定できます。ほん、日村。はい。さっきから気になっていたんだが、どうしてお前そんなに証拠やらなんやら詳しいんだ。はあ、やっぱり気になっちゃいます。このこと内緒にしておいてほしいんですけど、実は私昔同系の刑事なんかをやってまして、しかも一課の。刑事やと？なんで刑事が無所におるんや。まあそれは職業柄いろいろと誘惑がありまして、ついいわゆる汚職ってやつに手染めてしまったと言いますか。なんで隠してた？
そりゃ刑事といえ犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら受刑者たちからリンチされるのは目に見えてますや。そういうことか。収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、同じ棒で一緒に飯食った仲間の窮地ですからね、黙ってるわけにもいかないと。なるほどな、見直したぜ。で、具体的には何したらいい？ババちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものなのかを調べるのが一番の早道でしょう。よし、ほんならそれを調べて回るか。そうですね、手分けして情報を聞き込みしましょう。聞き込みか、まるで刑事の口ぶりだな。さあ気合い乗ってきた、やりましょう。ああ、
結局凶器ののみが木工班のものだったってことは分かったが、それが誰のものかは分からずじまいか。直接のみを見ることができたら誰の使うてるのみか分かるもんなんやろうか。とはいえあの凶器なら馬場と一緒に刑務官が持って行っちまっただろうが。そうなんですよね。あれさえ見せてもらえれば出どころの調べようもあるってもんなんですが。どないする、刑務官とこ行って頼むしかないか。そこまでお人よしじゃないでしょう。刑務官も行ったら最後3人揃って懲罰房に入れられるのが関の山です。ほんならどうすんね。仕方ねえ、やるか。え、やるって何よ。盗むってことだよ。盗むって、大島のおやさん、あんた自分の言ってることの意味分かってます？ああ、ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたらそれこそ懲罰房どころじゃ済みませんよ。下手したら刑期延長も。安心しな、この俺がそんなヘマやらかさねえって。おやさん、あんたまさか。窃盗数15,000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる、刑事課に配属された頃盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に。逮捕歴ゼロなんやろ。自首したんだ、60歳の誕生日にな。自首？ああ、ずっとカミさんに隠してたんだ、盗みをやってること。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては盗みを繰り返していた。だから背広の平八郎だが、俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰ると神さんは家からいなくなっていた。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知ってショックで自殺したとかですか？バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれたんだよ、別の男に。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。人に歴史ありやな。極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事、ほんと人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃないですね。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、馬場のためなら仕方ねえ。きっちり俺が刑務官とこからあの凶器盗んできてやる。任せたで、
ああ、それじゃあ凶器の方は大島さんに任せましょう。俺らはどうする？少しでも証言を集めましょう。今釘原の一味も全員刑務官に事情聴取を受けてますから、自由に動けますしね。証言を集め終わったらここに合流するということで。分かった。
冴島。どうやった？俺にかかればこんな山へでもねえよ。ほんなら。ああ、バッチリだ。さすが背広の平八郎。バカ、でかい声出すな。すんません、つい。日村、お前本当に元刑事なのか。いや、これでも署では切れ者で通ってたんですがね。で、のみは誰のもんだったんですか？予想通り、あいつのだったよ。134番。あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ。どうした、冴島？そんな声面してどうした？なんでババに手出した？お前の標的は俺のはずや。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうが。かわいそうに大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもええ加減にせ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。ババが大和田を刺したっちゅうこののみ、お前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけきれいになくなっとったわ。ババを脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ、観念して白状したらどうや。バカが、あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもあるまいに。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに。生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。ババに言ったんだよ、昨日の夜。冴島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと。ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前。だがあいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。教えてやろう、あん時本当は何が起こってたのかをな。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこにババのやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみをババに渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。お前、クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴。冴島、お前。立てや。やっと手出したな。はよ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに。
あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。じゃがましや、お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。なんだと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、何が若頭じゃ。兄弟や思える男、見捨てていけるほど俺は人間できてへん。きっちり弟の痛み体で味わうてもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩、楽しませてもらうぜ。さあ楽しもうぜ。何がおもろい。この勝負、俺の勝ちだ。ん？全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。手こずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話？俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。祭事前の復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、祭事大河、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。ん？あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前、そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばして、お前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほらこっちに来い。
懲罰貿易やないんか、副所長さん。なぜ手を出した？なぜ手を出したと聞いているんだ。おかしなこと聞くんやな。こないだはなんで手出さへんのか聞いてきたばっかりやないか。これはお前の仮釈放申請書だ。数日前から私が進めていた。なんで？あんた組の人間は思って出さんって言うてたやないか。一週間前に所長宛に届けられたハガキだ。東条会がお前を破門するという旨が書かれた破門状だ。刑務所は更生施設。罪を犯した人間を更生させるのが本来の目的だ。罪に対して十分な更生を態度で示した服役囚には刑期の軽減措置が図られる。仮釈放もその一つだ。通常服役囚が極道関係者の場合、更生を示す最も有効な手立てが組を辞めるということ。つまり今回のケースもそれにあたる。お前ここを出たら東条会の若頭を襲名する予定だったんだろう。2年前、お前がここに移送されてくる際、警察関係者から申し送りがあった。そのことが他の囚人にバレないよう配慮してくれとな。傷害罪で3年、お前ほどの大物がこの手の軽微な罪状で服役する場合の理由は2つだ。敵対する第三者にはめられたりなどして現場不在を余儀なくされた場合、もしくは逆に自ら身を洗い組織の万全を期すため。釘原に暴行を受けても手を出さなかったのは身を洗い一刻も早く組織に戻るためだよな。もう波紋の見え関係ない。今回のことは不問に付す。組を辞めたお前がもうここで無駄に苦しむ必要もないだろう。どうした、泣いてるのか。アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々が無駄になってしまったんだからな。だがそんなんじゃう。俺はつくづく自分が情けない。え？どこに行く？おい高坂、仮釈放の件辞退させてもらいますわ。なんだと？破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒に降りたかっただけなんや。もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもええんや。今はちゃんと罪償ってここ出られりゃそんだけでええ。冴島、冴島の兄貴。冴島さん、その様子やと濡れ衣無事晴れたようやな。本当に本当にありがとうございました。俺本当になんて言ったらいいか。礼はええ。それより仮釈放の方はどうなったんや。認められました。副所長が通してくれたようです。そうか。それにしても冴島、随分と早く帰ってきたな。あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。
俺も不問にされたんや、あの高坂いう男にね。高坂が？ババちゃんの件といい、西島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんすか？波紋のせい。波紋？それってまさかあんた組を追われたってことじゃ。そのまさかや。兄貴、波紋って、そんな、何があったんです？理由はわからんけど、破門されたこと自体はどうでもええ。それより何だ？嫌な予感がするんや。配達です。はい。これって…ん？どうした日村？これって…西島さんがいた組のことですよね？東上会最高幹部、真島五郎氏、死亡って…兄貴、これ…あんたの波紋ってのもこの事件が関係してるのか？兄貴、嘘や。このように断るわけない。冴島さん、こんな時間に何を騒いでいる。余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象とするぞ。すみません。冴島、ババ。はい。先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも棒から出ろ。わかりました。冴島、お前もだ。早く立て。兄貴。呼び出したのはあんたか、副署長。嘘の理由まで作って、こないな場所呼び出して、一体何の話？副署長室では、第三者に話が聞かれる可能性もあるからな。安全のためだ。我慢してくれ。どういうことです？説明してください。実は、冴島の仮釈放申請が却下された。え？却下って、どうして？私にもわからない。通常仮釈放の申請は施設のある地方更生保護委員会が審理し決定されるものなんだが、今回はさらにその上、法務省から直接圧力がかかったようだ。法務省って、そんな。冴島は全国の警察関係者もマークする裏社会の大物だ。東上会ほどの大組織の最高幹部が仮釈放されるとあれば、法務省が口出ししてくることも考えられるが。話言うんはそれだけか？ん？さっきも言うたはずや。俺は仮釈放を申請するつもりはない。それにババちゃんはこのことに何の関係もないはずや。俺はすぐにでも調べなあかんことがあるんや。真島五郎のことだな。真島って、確かさっき新聞に載ってた人の名前。真島五郎、東上会射程頭直系真島組組長、構成員数千人を超える組内最大の勢力真島組の組長であり、冴島大河の唯一無二の兄弟分。そうだったな。え？じゃあ、あの殺された人っていうのは兄貴の親友？そう。そしてその真島を殺したと目されているのが、札幌北方組の組長、北方泰造だ。北方組？
警察関係者の話によれば、真島は東条会会長の命を受け、北方組を傘下に収めるべく札幌へとやってきていたらしい。そして組長の北方との会合中に撃たれて死んだそうだ。どうしてお前がここに呼ばれたのかわかるな、ババ。はい。なんなんや、ババチュン。北方組は前に俺がいた組です。なんやて。場所を移した方が良さそうだ。そうだな、資材置き場で待っててくれ。私もすぐに向かう。一緒にいるのを見られるのは避けたい。ええんか。この隙に何するか分からへんぞ。お前も話の続きを聞きたいだろう。冗談に付き合っている暇はない。いいな。分かった。あの、兄貴。ババジュン、今は副署長の言うこと聞いとこう。話はそれからや。はい。Tell me that you love me, even if it's fake.